2020年に時空移動して黄昏の騎士団を出迎えるウパ。マクアヌの中央広場に行こう。北斗の石像が光ってる。復活させることができたぞ。次はアルビレオだな。よし、グランホエールに戻ろう。出会った時よりも前の時代ウパ。まずはマクアヌのカオスゲートに行こう。急に呼び出してすまない。夢を見たんだ。リコリスが花から元の姿に戻る夢だ。そこには俺とリコリス、それに君もいた。俺が？あのエリアに戻ってリコリスの花を確認したい。夢を信じるなんておかしな話だが、俺と一緒に来てほしい。リスの花の夢か。よし、マクアヌのカオスゲートからエリアに行こう。ま、よろしく。以来いろいろなことを考えた。オーロー AI たちやリコリスをデリートすることは本当に正しかったのか。リコリスはこの世界にとって本当に害をなす存在だったのか。ア
ルビレオ。先へ進みながら話そう。さあ気合い入れていくぜ。ザワールドを守っていると信じてきた。しかし俺はあの一件から、この槍、真相ボータンを調べてみたんだがな、デバッグアイテムであるこの槍がいつ使用に追加されたのかもわからなかった。俺はいつの間にかモルガナとやらの操り人形になっていたんだ。アルビレオ、まだあの一件を引きずっているみたいだ。今は先へ進もう。
しない。メンタ、守り崩し。
姉妹。とか倒したぞ。リコリスの花が咲いている。特に変わったところは何もないよな。リコリス、すべては抗いがたい運命。ビレオ、自分を責めないで。あなたはあなたの職務に忠実だっただけ。私もあなたもこのザ・ワールドでは全てが祝福されているのだから。リコリス、リコリス、アルビレオはただザ・ワールドを守ろうとしただけ。